モザンビークの地図、1961年。本校では、モザンビークの歴史についてもべる。モザンビークは、ポルトガル海上帝国の植民地、海外領土時期、ポルトガルの構成国を経て、1975年に、独立した。2007年、カルガリー大学のフリオメルカデルが、モザンビークのニアサコ近くにある深い、石灰岩洞窟で10万年前の石器を発見した。 この石器は野生のモロコシ族が、ヤシ種,種用のヤシ、遠征手、キマメ、野生オレンジ、アフリカのポテトなどと共にホモサピエンスによって食されていたことを示した。これは栽培化される以前の穀類が人類によって食されていた直接の証拠としては最初期のものである。現モザンビークにあたる地域に居住した最初の住民は狩猟採集民族で、コイ山族の先祖にあたる、 三人である。一世紀から五世紀まで、バントゥーゴ軍を話す部族が、北からザンベジカ国を通って移住してきて、やがて高知や沿岸部にも移住した。バントゥーゴ軍を話す部族は主に農民と鉄工であった。また八世紀には、アラブ人が貿易を行うために現れた。ポルトガル王国の探検家、バスコダガマが1498年に、 モザンビーク海岸に到着した時点で、モザンビーク沿岸部や島所部にあるアラブ人の貿易用の集落がすでに数世紀存在しており、政治上は現地のスルターンが支配していた。アラブ人歴史家のマスウーディは947年にはアフリカのソファの地にイスラム教徒が存在すると記録した。現地住民の大半がイスラム教徒になった。モザンビーク地域は一世紀の エルトゥーラー海案内記にも記述されているように、航海アラビア半島のハドラマウト地域、インド海岸で構成された貿易圏の南西の端に位置した。モザンビーク島は、モザンビーク北部の中か海岸、モスリル湾港にある小さな島。ヨーロッパ人がその島を発見したのは15世紀末のことだった。1500年頃より、 ポルトガルの公益所と要塞がアラブ人の貿易と軍事派遣を破り、モザンビークはヨーロッパから東回りのカイロの寄港地となった。バスコダガマが公開中の1498年に希望峰を超えたことでポルトガルはモザンビーク地域の貿易、政治、社会に参入した。ポルトガルは16世紀初頭にモザンビークとと高校都市のソファラを支配するようになり、 1530年代には、ポルトガル商人や、金の炭鉱を試みる者が内陸部に進出し、ザンベジ川沿岸のビラでセナとテテで、中流軍と交易所を設け、金の交易を独占しようとした。ポルトガルは交易所や集落を集約して、合法化すべく、ポルトガル人集落と政府を結ぶプラゾーを発行した。プラゾーは最初は、ポルトガル人を対象としたが、 種族間の通婚によりアフリカ系ポルトガル人やアフリカ系インド人がプラゾを持つようになり、彼らはチクンダと呼ばれるアフリカ人奴隷の大軍で守られた。モザンビークでは歴史的に奴隷制度が存在しており、アフリカ諸部族の部族長、イスラム教徒のアラブ人商人、ポルトガル人などのヨーロッパ人商人の間で人身売買が行われた。部族長たちは 他部族との戦争で捕虜を取り、捕虜をモザンビーク人奴隷として、プラゼロに売却した。ポルトガルの影響力は徐々に増えたが、その権力は限定的であり、自治権を与えられた入植者や官僚によって振るわれた。ポルトガルは1500年から1700年までの間、沿岸貿易からアラブ人を追い出すことに成功したが、1698年のジーザス要塞法以前で、 モンバサ島にあるジーザス要塞がオマーンに奪われるとアラブ人の追い出しが満足に行えなくなり本国でもインドや極東、ブラジルとの貿易の方が見入りが多かったため投資がそちらに集中されアフリカへの投資が減ったモザンビークでは1752年にモザンビーク総特府が設置され1898年にはモザンビーク島からロレンソ・マルクスに選都した ポルトガル語の印刷と組版講習、1930年、撮影。20世紀初までに、ポルトガルは、モザンビークの大半の行政権を、モザンビーク会社、ザンベジア会社、ニアサ会社といった私立の会社に移動した。これらの会社は、大半が、イギリスが出資、支配しており、モザンビークから、隣のイギリス植民地である、南アフリカ連邦、北ローデシア、 南ローデシアへの鉄道を敷設した。奴隷制度は法的には廃止されたものの、これらの直居会社は強制労働政策を実施し、近隣のイギリス植民地の鉱山やプランテーションに安価な労働者を提供した。例えば、最も儲かった会社であるザンベジア会社は一部小規模なプラゼーロ量を買い上げ、資産を守るために軍の駐屯所を設置した。 これらの直居会社は、ベイラと南ローデシアをつなぐ鉄道など道路網と高校を建設して貨物を輸出する経路を構築した。しかし、経営状況が振るわず、アントニオ・サラザールのエスタド・ノボ体制でコーポラティズムが採用され、本国からポルトガル海上帝国の経済への支配を強めようとしたため、多くの会社の利権が更新されなかった。 例えば、ニアサ会社の利権は1929年に、モザンビーク会社の利権は1942年に切れた。また1951年には、ポルトガル領アフリカ植民地がポルトガル海外州に解消された。ポルトガルの植民地戦争時点のポルトガル領アフリカ、植民地共産主義と反植民主義の思想がアフリカで広まると、 モザンビーク独立を支持する秘密の政治運動が現れた。これらの運動では、統治当局が主に、モザンビーク在住のポルトガル人に利するために政策を制定したため、モザンビークの部族統合や現地コミュニティの発展は、ほとんど注目されなかったと主張した。これにより、先住民族は国から制度的に差別され、巨大な社会的圧力にさらされたという。 1962年に結成されたモザンビーク解放戦線は1964年9月にポルトガル統治に対するゲリラ活動を開始した。この活動はポルトガル領アンゴラとポルトガル領ギニアですでに始まったゲリラ活動と合わさっていわゆるポルトガルの植民地戦争になった。軍事の視点から見るとポルトガル正規軍は人口の中心地への支配を維持したがゲリラ部隊は 北部と西部の農村地帯と部族地帯でポルトガル正規軍の影響力をそごうとした。ポルトガル政府はフレリモへの対応として社会発展や経済増長に有利な状況を作り出そうとした。10年間続いた散発的な戦闘トリスボンでの左翼軍事クーデターによりポルトガルが民主化しエスタドノボ体制が軍事、順タに変わるとフレリモはモザンビークを支配した。 その後の1年間に、モザンビークのポルトガル人25万人の大半が、モザンビーク政府に追放されるか恐怖して出国し、1975年6月25日には、モザンビーク人民共和国が独立した。フレリモの一員で当時無名だったアルマンド・ゲブーザの主導で、ポルトガル人に24時間以内に、最大2 0ラムの荷物を持って出国するよう、 命じた法律が可決されたため、多くのポルトガル人は財産を持ち出せず無一文で、ポルトガルに帰国した。1975年、南アフリカ共和国のアパルトヘイト政府とローデシア、中央情報局の指示を受けて、反共主義団体のモザンビーク民族抵抗運動が設立された。レナモが輸送ルート、学校、クリニックに襲撃を仕掛けた結果、モザンビークは内戦に陥った。 米国では中央情報局と保守主義者がロビー活動を行い、レナモへの指示を促進しようとしたが、これは国務省がレナモの承認も、レナモとの交渉もしないと述べて拒否した。マシェルが乗っていたつ、つまいなす134の残骸、サモラ・マシェル記念物にて、2006年撮影。1984年、モザンビークは、 ピーター・ウィレム・ボータ首相率いる南アフリカ政府とムッコ町協定を締結、南アフリカがレナモへの支援を取りやめる代償として、モザンビークがアフリカ民族会議を追放した。最初は両国とも協定を履行したが、やがて両国とも協定に違反していたことが明らかになり、戦闘が継続した。1986年10月19日、サモーラ・マシェルが 南アフリカ領内で航空機事故を起こして死亡した。確固とした証拠はなかったが、多くの人々は南アフリカ政府の関与を疑った。マシェルの後任はジョアキン・アルベルト・シサノが務めた。内戦自体はレナモとフレリモ双方で多くの人権侵害が起こった。南アフリカからレナモへの支援が低減するとともに、 フレリモ政府とレナモの直接交渉が1990年に始まり、1990年11月には新憲法が施行された。モザンビークは複数政党制を採用、選挙を定期に行い、民主の権利を保障した。国際連合の指示を受けて、サンテジティオ共同体が交渉した。 モザンビーク包括平和協定は1992年10月4日に、死者の大統領トレナモの指導者アホンソ・ドラカマの間で締結され、10月15日に発行した。国際連合モザンビーク活動が設立されて、民主制の2年間の移行期を監督した。ONUMOZ 部隊は1995年初までに撤収した。 1994年モザンビーク総選挙は公正だったと広く見られ、シサの大統領率いるフレリモが勝利し、ドラカマ率いるレナモが野党となった。1995年11月、モザンビークはイギリス帝国領になったことのない国として初めてイギリス連邦に加盟した。1996年に結成されたポルトガル五諸国共同体にも加盟した。 東南部アフリカ市場共同体には加盟したものの1997年に脱退している。隣国に避難していた難民170万人以上が1995年中までにモザンビークに帰国、また400万人の国内避難民が自宅に戻った。1999年12月の1999年、モザンビーク総選挙ではフレリモが再び勝利、 レナムは、選挙不正があったと主張し、内戦状態への逆戻りになると脅したが、最高裁判所まで上告して敗北した後はそれを撤回した。カルロス・カルドーゾの記念碑、2014年撮影。2000年発、サイクロンがモザンビークを襲い、大規模な洪水を引き起こした。これにより数百人が死亡するとともにすでに不安定なインフラ状況に追い打ちをかけた。 外国からの救援物資が届いたが、フレリモの指導者によって着服されたと広く疑われ、それを調査していたジャーナリストのカルロス・カルドーゾが殺害され、その死因には疑問が残った。シサノは2001年に大統領の3期目に出馬しないと述べ、自身よりも長く大統領に泊まった国家元首を批判した。これはザンビア大統領フレデリック・チルバと ジンバブエ大統領、ロバート・ムガベに向けた発言とされる。2004年12月1日から2日にかけての2004年、モザンビーク総選挙では、フレイリモのアルマンド・ゲブーザが、得票率64%で勝利、レナモのドラカマ候補は32%にとどまった。議会では、フレイリモが160議席を獲得、レナモと小政党数党の連合は、 残りの90議席を獲得した。ゲブーザは2005年2月2日に大統領に就任した。彼は2009年モザンビーク総選挙で再選された。2014年モザンビーク総選挙もまたフレリモが勝利、フィリペニュ氏が大統領に当選した。内戦以降はモザンビークの経済が回復したが、これは隣国の南アフリカ。 そして東アジアからの投資者と観光客によるところが大きい。また、ポルトガル人も戻ってきて、モザンビークに投資し、イタリア人からも投資された。石炭と天然ガスが成長して主要産業になり、内戦終結から20年間は平均収入が3倍に成長した。独立戦争と内戦を経たモザンビークでは多くの地雷が残っていたが、 22年間の努力により2015年には地雷の完全撤去が宣言された。ありがとうございます。